こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の9月24日を30分ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在のエドコインの値段は243円なんですけど、今日はですね、本当にすごい値段が動きました。1日でというかね、上下動がすごかったんですね。これね、230円から250円に一気に上がったんですよ。これ15分足で2本で上がっちゃったっていうことは、30分で、ね、20円も変わったということなんですよね。はい、でそれでまた落ちてきて、またこう、なんだろう、収束していく感じなんですけど、で、ただこのゴーンと上がったのが、これが8時頃なんですけどね、はい、この動きが体のだけだったんですよね。はい、他を見てもらうと、今一旦上がって一服してる感じっていうのは全部同じなんだけど、ここですね、ここ同じで、ここだけこうなって、でもう一個ここにね、大きい山があるということで、この動きは体のだけなんですよね。はい、まあ、結局今最後はね、同じように上がってるんだけど、ここに山が2つあるのって体のだけですよね。これ見てください、これ。はい、だからちょっとびっくりしちゃって、と思って、で、まあ、一回また戻ってね、同じようになったけど、でも、体の結構強い感じがしますよ。引き目に見ないとしてもですね。はい、これ、週足なんですけど、みんなこう、なんていうのかな、下がってる感じがしますよね。こういう感じですけど、体のだけは、まあ、ほぼほぼ真横と。ちょっと引き目に見すぎかな。はい。でもね、こう3ゾーン作って上がるぞっていう感じですよね。はい。では、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい。まず、ティム・ハリスンさんですけど、ハイジャック・ザ・スクリーン・イン・ザ・ロビーと、ロビーに、ここに、体の、サミットの広告ですよね。はい。ここに書いてあった、サミット2021ということで、もう、これ見ていただいて、のがこの動画を見ていただくのが土曜日の昼間になると、昼間とか夜になると思うので、もうそのままね、12時になったらサミットが始まるということです。はい、こちらがサミットのホームページで、さっきの絵ですよね、はい、アジェンダということで出てます。で、これ英語なんで、後でちょっとユウトさんが日本語にしてくれているので、そちらを見るんですけど、日本時間じゃないですね、こっちの英語のものはね。はい、だけど一番最初はチャールさんの基調講演がありますよということですよね。だからまあこれくらいでもちょっと、12時、日本時間だと12時みたいなので、12時まで起きてちょっとね、見た方がいいかなと思いますね。はい、であとこのように、どんどん、スケジュールが決まってるということです。はい、でそれを、ゆうとさんが日本語にしてくれてますね。ざっくりと日本時間、日本語で一覧にしました。2025年ロードマップ、ミーアナウンスの発表者、ヒードラ、ミスリル、分散型カナバンス、バベルフィー、アフリカ関連多くの最新情報、スマートコントラクト、開発関連ロードマップ、ビットポイント、講演、カルダン財団やエマゴ、子供さん、盛りたくさんですということですね。はい、で、前夜祭もあるということです。2021年、前夜祭、9月25日の18時からということですね。はい、で、ここは迷いとして日本でイッサさんと主催、IOG 宮崎さん、ウォーリーさんもお呼びして、カルダのサミット前夜祭を9月25日18時から行いますと。サミット直前スペシャルとして、サミットの見どころ、解説、これまでの何とか歩みと、まあ、いろんなことがあります。で、こちらが日本時間ですね。日本時間の日曜日。まあ、土曜日の夜24時って言った方が分かりやすいような気がするけど、土曜日の夜ちょっとね、遅くまで起きて、このチャールさんのね、このサミットへようこそっていう講演は45分もあるけど、見てみるといいかなと思いますね。はい、で、あとここの方見ていくと、このね、1時半からっていう項目がいっぱいあって、だから、時間がダブっているので、おそらく、まあ、なんていうのかな、リモートっていうかオンラインなので、多分いろいろこう覗けるみたいな感じになってるんじゃないかなと思いますね。はい、基調講演、アトラプリズム、ボルテールですね、アフリカのコミュニティ構築、ファンエンゲージメントの水準を上げる、コミュニティワールド、ビルダークリエイターに会いに来てください、カタリストワールド、はい、カタリストまだ次にもあるけど、これ8時間ですもんね、これ。あ、8時間で7時間か。はい、だからおそらくここで
あのカタリストに出した人の提案の動画をこう流していくと思うんですけど、私も3分ぐらいの動画を、無理やり英語で撮ったので、もし使われるんだったらこの中のどこかで使われるんじゃないのかなと思いますね。はい、ちょっと変な英語ですけど見てくれればありがたいなと思います。はい、で、本当にたくさんあるんですけど、あと気になるところだけ言うと、ここにウォール街と国連の持続可能な開発目標とかね、はい、あとはブドウからグラスへ大陸を越えて出荷されたワイン追跡、これまあトレーサビリティなのでちょっと私は興味あるんですけどね、はい、あと、カルダノの国でしょ、はい、であとはまあ、NFT はちょっと分かんないんだけど、 NFT もね興味ある方多いと思います、はい、で、はい、あとチャールズと特別な音楽ゲストが NFT を永久に語るということですね。あのまあ世界的に有名な人が来るんですかね、はい、まあ最近の音楽ちょっと分かんないんで、どれだけ有名な方が来るか分かんないんですけど、あとは、またここカタリストワールドって書いてあるし、バブル手数料、ワールドモバイルですよね、はい、あとカルダノのブロックチェーン教育が社会や個人にどのように役立つかと、あと SDGs とかね、はい、あとウォルフラム科学の芸術、まあこれもちょっと面白そうですよね。ウォルフラムってあのなんかなんだろう、芸術かよくわからないけど、なんかウィキペディアみたいな感じになってたやつですよね確か。あとは、まあ私、まあ皆さんね、いろんなご興味があると思いますけど、はい、こっちも、まあ、これ同じかな。はい、で、最後は、25年の青写真ということでね、2日間かけて終わってるので、どこかで、まあ結構繰り返しの部分とかもあるんですけど、できるだけね、見ていきたいし、まあ、私の理解だと少ないので、まあ、ここで私がね解説するということにもできないと思うんですけど、はい、まあ、いろんな方がねあの結果を、公表されると思うので、あのツイッターでね追っていきたいと思います。はい、なんか見逃したなと思ったら愛知さんがツイートしてくれてますね。ツイートが遅れましたが、カルダノサミットの2通目のメールが本日届いており、アジェンダが発表されていました。時間的に愛知は一部しか見れないのですが本当に楽しみでした。あと個人的にビットポイントが出演者にいたのが驚きでしたと。はい、ちょっと戻ってきたんですけど、ここですね、ビットポイント ADA と日本の交流の未来ということで、ドゥルー・ウォーリンさん、これは宮崎さんと一緒にあのコミュニティマネージャーをされている方ですね、はい、プラスゲストということですね、はい、だからビットポイント使う人は、ちょっと見た方がいいかなと思いますね、はい、BDB さん、カルダノサミット情報、日本時間は深夜だからきついと思った方ご安心ください。午前8時と午後16時同じ内容を繰り返し見ることができますと。両日のすべてのコンテンツは最初の放送から8時間後と16時間後に繰り返し放送されますということなんで、どんな生活パターンの方でも見れるということなんですよね。ここに、Need to watch later って、All content on both days will be repeated 8から16時間 after initial 最初の放送からということですね。はい、ここで安心ですね。では値段に戻りまして 243.14 円ですね。14,012.9×243.14 で元本が10万円ですので、計算しますと330万7097円のプラスということになりまして、3307% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。サミットね、ぜひご覧になってください。ではありがとうございます。失礼します。